まこなこです。前回美濃と伊勢志摩を取って、さてどうするかという状況ですが、当面は内政せざるを得ないのかなといった状況です。ですのでゆっくり内政しつつ、また周りがどう動くか確認してから攻めていきたいと思います。これ北条氏康が信濃に行った徳川家康対北条、ちょっと状況良くないね。氏康が勝ってしまうと美濃と接点ができてしまうんだよね。これ即座に信濃行きたいような気もするけども、そこまで兵数もないので、やはり内政せざるを得ないのかなといった状況です。これは能登の畠山が越中上杉の方に攻める、これで上杉を少しでも退けられるんであれば大きいね。結構武将も捕らえたようだ。だが元武田の武将はね、今捕らえてなかったので、元武田はまだ上杉の方にたくさんいるというような、そんな状況だと思います。信濃行きたいけど、この200の兵数ではどうにもならない。最低でも400まで貯めたいんだけれども、兵糧売るしかないか。また内政をやっていきましょう。武蔵で謀反が発生、これは北条家のところ。これ謀反軍勝てば大きいけど、まあそんな甘くはないか。正規軍が勝って、武将が下野した。信長が今探索やったら、武将がこれなんだろうな、石部兼弘とでも言えばいいのか。こういう武将は後々のシリーズに出てきたのかな、ちょっとねよくわからん。だが魅力が97、すごい高い。果たして忠誠度は39なので、寝返らずにいてくれるかどうか。できれば内陸の方入れておきましょう。さて税率決めたいんだけれども、これ軍師がいないので、これ軍師はどういうステータスで決まるのかがわからないけど、まあならば45ぐらいで、軍師がいるところはじっくりと確認しながら、以前みたいにね 80% とかやりたいけど、民衆も上げる手段がないので、ここは慎重に無難な数字を入れていきましょう。そして赤松家、赤松家は結構遠くからなので、これはお金もらえるんであれば承知しておきましょう。伊勢志摩で兵数をさらに増やすかな。内政やりながら越後からまた武田勝頼になってたけど、一瞬勝頼が信濃取り返しに行くのかなと思ったけど、で上杉が北条氏康を倒した。風魔小太郎も謙信の方に行ってしまっている。ちょいとこれ東行きたい気がするんだけどな、もう全く兵数足りてないんで、動くに動けない。頑張って兵数蓄えていきましょう。今信濃の方を見てるんですが、これ忠誠度低いのが多いんでね、忠誠度1とかいう、この辺り持ってこれないかなと。真田幸隆とか村上義清とかも結構低い。試してやっていきましょうか。これ人事で人材投与、あーだけれども軍師になれる人がいないから、これはここでやるわけにはいかないか。信長を一旦終わりまで下げましょう。で前田利家にここを守ってもらう。さてあとは内政やりながらで、おっとここ浮武から、結構遠くからだから、もらえるものはもらっておきましょう。さて尾張に戻ってきた、尾張に信長戻ってきたので、信濃これはさっき信繁は行けたはず、誰に行かせるかだな。あとは多少なりともあげようか、50ぐらい。ダメだな、忠誠度
0とか1とかそういう人ですら仲間になってくれない。自らで行くか信長。うわー嘘、お金だけなくなるのひょっとして。じゃあ吉清行きたかあたりでもいいんだけど、信長はもう行けなくなっている。期待はできませんぞになってる。ダメだなこの人じゃ。なんか他はあっさりとね登用できてるのに、自分だけがなんかできてないかのような。浮田直江に捕まった。では再び信濃に登用しに行きましょう。なんか武将増えてるな。高坂正信とかも興味深いけど、勝頼とかはダメかな。金50ぐらいは。あーっと家臣になったね。でお金払ったと思ったんだけど、これ減ってる気配がないんだよね。なんでだろうな。とりあえず勝頼の忠誠度上げようと思ったけど、すでに97。逆にこの石部さんという人が忠誠度低いので100ぐらい与えておきましょう。あ、信長の行動力がなくなってしまった。ちょっとよそが攻めてこないかだけ。来るとしたら徳川が来る可能性あるけど、さて北の方では本願寺が頑張っている。危なかった。なんとか信長のターンまでやってこれました。どうしようかな。また東洋行くか。今度は誰だろうな。村上義清さっきダメだったから行きたかあたりを狙ってみましょう。これも50。おっと行きたか仲間になった。うん、これお金が減ってないんだよね今見たところで。ここで褒美を与えるとまた行動力なくなるんで少し控えましょう。それはさて、信濃から美濃に攻めてきましたね上杉が。356。こんなにどこに兵数抱えていたんだろう。鉄砲隊、足軽9、もう一人も足軽72。あれ、これひょっとしたら、ひょっとすると敵を籠絡できないかな。鉄砲は遠くにはできないか。見て、まあ風魔小太郎も、これミッシは寝返りかな。捕まりましたという悲しい結果が。どうするか。もう一回、今度こっちは誰だろうな。これ誰か一人でも仲間にできれば。ミッシは捕まった。鉄砲、これ強いね。どうする。お金はもう全部使っても構わないので、風魔小太郎50じゃダメか。100か60ぐらい。メッシは捕まった。あ、これ上杉謙信か。上杉謙信先に数減らさないと厳しいだろうということで、そっち側を。これ奇襲、山形正景捕まえた。うわー、それをダメージ大きいな。籠城か。
さてどうするか。あ、もうちょっと早くに籠城やっといた方が良かったのかもしれない。早くも城門開いてしまった。どうする、これこの前で食い止めるべきだったか。ん、誰か寝返ったね。いいねいいね。誰だ、高坂正信。やはり上杉などにはついておけないということで、謙信もう前に行ってるのか。これ誰だろうな。山本勘助、中世度どうなんだろう。松本何がしより山本勘助寝返らせられたら大きい。50、ミッシュは捕まった。もう一回ミッシュを送ってマックス57、捕まったか。ダメか。あー、武将だけを残すために退却させればよかったな。まだ6月7日日数がまだまだといったところ。城門開いてしまった。これは自らで攻撃やってもどうにもならんと思うから待機するしか。伏兵というのがあったのか、コマンド。ああ、甲状腺では伏兵できませんという。特段特殊な攻撃はないか。くぅ、強い。もう一人ぐらい寝返ってくんないかな。これ誰だっけか。これ退却しかないかな。捕まった。あー、強いぞ敵。金がない。なんか自分の鉄砲は弱いんでね。多分そっかそっか、強化してないからか。退却しよう。あー、山形正景が逃げてしまった。あーっと、前田利家謙信に捕まった。これはなかなか逃れてくれない。あれか、自らが向こうの武将を登用してしまったので向こう謙信がお怒りになったとか。あー、高坂正信も全部向こう側に行ってしまった。これなんか一人だけ逃されましたね。ってねえ、なんで尾張はそこまで民中低くなかったでしょう。あっと、真田幸隆に会っている。まさかだな。美濃取り返しに行きたいけど、まずは美濃の情報を見て。忍者が戻らない。幸隆に行ってもらおう。ダメか、勝頼は。忠誠低い人ばかりなんでね。なのでこの辺り一気に持っていければ。風魔小太郎と山本勘助が兵数持っている。風魔小太郎、幸隆に行ってもらおう。期待はできない。50だぞ。大丈夫そうだけど、ダメ。あー、途端に厳しくなったな。期待できない。100でもダメ。
風魔小太郎はもともと北条の武将だから来ても良さそうなんだけどね。期待できない。150は期待できない。ちょっと武将の質が良くないか。じゃあ先に褒美を、雪高を取られないように。伊勢志摩の方は400まで兵数増やしたので反抗作戦と行きたいんだけれども、人材を移動、武将の移動終わり。200ぐらい残しとけば、そして鉄砲部隊を残しておけばなんとかなるような気がする。木川一益、内藤何がし、この辺りを連れていきましょう。他は内政かな、のんびりと。では美濃を取り返す戦いやってしまいましょう。まずは余っているお金で武装を買ってから、もう全部いって、そして攻めましょう。信長、雪田勝頼持ってこうか。柴田勝家、この辺りで360の兵。金は持ってかなくていいでしょう。兵糧は300ほど。360対171。鉄砲はここだな、9の部隊なので一気に寄るわけにはいかない。ちょっと一人寝返った。ここで一旦待機をしておいて、鉄砲部隊は敵から来るのを待とう。姿が見えなくなった。ここら辺待機をしておいて、鉄砲は動かず。の方向からで、これ退却でいいでしょう。一部隊消えたね。どうするどうする。まあなんとなく分かったけどね、今伏兵をやっていた。これも伏兵か。だが風魔小太郎を倒して行かざるを得ないか。これ待っててもな。鉄砲部隊寄ってきてくれてる。まずこれ捕らえましょう。前田利家か、強いな。武田勝頼逃す。突撃やってもよかったけれども、退却をさせる。信長が厳しいぞ。上杉君退却か。これ上杉を捕まえてくれたらな、謙信を。これはさっき味方だった武将松本義弘。これなんだろうな、もう一人なんたら義弘ってのがいたような気がするけど、味方にね。前田利家、ここで果てることになろうとは。せっかく迎えに来たのに、なんという言われよ。で次誰、これ終わりか。政治力やっぱ高い方がいいのかな。そうなると雪高あたり、兵数がいないとダメなんでね、確かね、上司は。じゃあ、庭長秀でも、良いか。終わりは委任しない。うわぁ、ようやく一服というか、なんだろうな。
元の状態に戻っただけというね。だけれども武将は多く捕まえたので、そのあたりをうまくやってきるかどうか。今8月なので最後、もうちょっと内政やってしまいましょう。どうするかだな。兵数を増やすか、それとも内政やるか。米売ってしまいましょう。次の月兵糧手に入るんで300ほど売る。で、信長は行動力がないから褒美を与えるわけにはいかない。あ、この松本義弘、この内村義弘とかこれ絶対ね架空の武将でしょ。一回どっちか分かんないけど調べたんだけど、戦国時代でそういう名前の人がね出てこなかったんですよね。なので多分架空だと思う。だが能力が79というね、なんか全部島津義弘のなんか能力ついてるかのようにね、79、85とかすごい数字が高い。とりあえず今はやめておこう。ここも内政少しやって終わらせましょう。さて今年の年貢は美濃は51でも何とかなるかな。50までか。終わりは50。大丈夫。ああ、軍師がいないからわからない。となると45ぐらいで様子見るしかない。ここは48は不満高まる。46は47。行動力多少回復したので、まずは一人金を与えていきましょう。180ぐらいかな。80ぐらい与えて78まで上がった。で、引き続き東洋もねやっていきたいんだけど、徴兵より東洋か。信濃様子見ていきましょう。ペース228、中精度は低いんでね。で、大谷、織田、小山田、武田信繁、この辺りが、武田信繁から行こうか、そのあと小山田さん狙うか、ここら辺覚えておかないとね。いずれにしても武田信繁を取ってきましょう。武田家は我々の方に全員来てもらう形で50ぐらい持っていくか。期待できませんぞになるな。あーん、ダメなのか。んじゃあ一旦待とう。では再び東洋やっていきましょう。誰だっけか。大谷さんだよね確かね。これ魅力が高い方がやっぱり良いんだろうか。ダメか、やっぱりお金払わないと来ないのかもしれない。違うな、武田信繁か。信繁を優先と言っていたような気がする。これ魅力ないな。50は50じゃダメ。100は100もダメ。150。信繁やってきてくれた。もともとが結構高い忠誠度なので、じゃあさらに誰だっけかな。小山田さんもそうだったような気がするけど、新たに高坂と山形両方とも来てるんで、もう一回確認した方がいいかもしれない。武将これ兵数500ほどになってるんでね、いかにも次来るかのねようなそんな状況で、兵士数順に並べて高坂正信が忠誠が低いにもかかわらず79名も兵数がいる。ならばこの辺りを高坂正信ね、いけるかな。これうさんくさいんでね、一番最初のね。
このお金を選んでない時に出てくるセリフは、うわー150でもダメ、200だといける、うん、くわーダメだったか。さてどうするか。もうできることがないのでこのターンは終わらせて、では今回はこれで終えたいと思います。当面はよそから武将を取ってきて兵数と武将の数を増やして後々のためにね、なんとか耐えるという戦いになりそうです。今のところどこかに攻められないかな、どこか行きたいような気がするんだけど、全くね周りも動く気配ないんで。ではこの続き興味ありましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。